はい、どうも、翔太郎です。どうも、ティフコンパニオンでドラム叩かせてもらってます、トッシーです。はい。今日はですね、ドラマー同士の対談ということで、やっていきたいんだけど、そう、俺の周りにさ、ドラマーの人も結構いるんだけど、はいはい、その、やっぱり話してて唯一、機材中だなっていうさ、言う人なんだよね、トッシー君が。まあ、そうっすね。で、実は今日ちゃんと会うの2回目なんだけど、その前に話した時に、初めてなんだよね。その俺が仲良くしてるディフコンパニオンの、そうで新メンバーなんですよ。そうですね。12月に加入しました。まだ入りたてなんですよ。ね、そんな彼とどうも初めましてっつって、そこでなんかでもすごいもうその瞬会った瞬間からオタクで、まあ、すごいグイグイ来るし、まあ、話にもうノリに乗っちゃって、あこの人やばいな機材オタクだなと。俺の周りあんまその機材に関してねって人そんないないから、うんうんうん、例えばさこう同じバンドのチュールとかもさ、はいはいはい、ベーシストのチュールとかもさこうなんかオタクなんだけど機材チュールではないじゃん。そうなんですよ ね違う部分でオタク、そう音に関してとかはそう、音楽に対してはオタクなんだけど、うん、でもそう機材に対しては結構自分のものがもう決まっちゃってるタイプというかさ、もう完成してますもんね。そう彼は。で結構俺はカタログとか見てさなんかウフフってなるのがあそう好きなわけ。なんかこんなのがあるよ、あこれスペック何なんだろうとかさ、こういやわかります、この木何の木気になる木状態で、はい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 、本当にどんな音するんだろうみたいな、すげえ気になったりとか、それワクワクできる人間なんで、同じだよね。そうですね。ね、そういう人が意外と俺の周りにドラマーでは少なくて、だから唯一見つけた人というか。ドラマーって二択ですよね、うん、なんかその、うまいけどその本当にその場にあるもので全部やりますみたいな人と、上手かろうが下手かろうが関係なく、うん、俺これが叩きたくてやってるんだみたいな。そうやね、そうタイプの2タイプそうで、俺もその前は機材中の道を歩んでていろんなものひたすら買って結構最終的に自分のドラムセット買ったのかいくらいの勢いでやってたんだけど、はいはい、ついに機材を持ってくのが重いってことに疲れてしまってついにもう俺にはその時期になってしまって、でその別なんかうまい、そんな自分でうまいとかってあるわけじゃないんだけど、もうその場にあるものとちょっといくつか機材持ってきて工夫してどうにかしようみたいな感じになってきたの。だから俺はもうね、そのある意味もう機材中ではなくなってしまったの。なるほど。そうある意味ね。だから機材中と、もっと機材中悲しいっすね、一人仲間が減ってしまったことがで、まあそんな感じで、で、思った以上に機材の差がすごいわけ、ね、思った以上にこう持ってる機材の、なんだろう、もうね、熱の入れようというかさ、だってもう俺は片やさ、ね、もうほんとちょみたいなやつでもいいやみたいな、安いメーカーのでもいいぞみたいなノリなんだけど、もう誰も知らんマニアックなメーカーとか、そういうところからさ、しっかり買ってさ、最近本革買ったじゃん。本革買いました。いやもう、いいっすね。ね、そこまでやっちゃう人なんで、まあだからそんな人とのこう機材がね、どんだけ違うのかっていうのをちょっと、うんうん、ね、ちょっと見てみたいなと思って、ちょっと検証してみたいなという感じでちょっとやっていきたいと思います。ね、ちょっと人は吹かせます。もう、まあ、本当にね、まだ2回目だけど、会ってから5話くらい出てる。噛んじゃったからダメ、もう噛んじゃったからダメだけど。じゃあちょっとそんな感じでやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。じゃあ、並べていけばいいんですかね。とりあえず。山ほどあるんだよな、はい。まずですね、セービアンの B8 の構造のプロトタイプですね。プロトタイプ、はい、本当だ。おそらく非売品だと思います。アメディアというメーカーのですね、はい、ローロックというシリーズの18インチのクラッシュシンバルでございます。おお、はい、アメディアってなんかトルコ系。そうですね、トルコ系、ターキッシュです。あ、僕は基本シンバルはターキッシュが好きで。へえ、ターキッシュってなんかもっと ローピッチ系なイメージだけど、 そんなに。だからまあ、でもこいつは結構ハイが出るというか、はいはいはい、ターキッシュが作ってるロックのクラッシュが好きなんですよね、僕は結構。ああ、なるほどね。で、これは。エージンっていうメーカーのタイヤシリーズですね。エージン、はい。ご存知でしょうか。エージン俺初めてですわ。はい。うわぁ。一泡。もう吹いた。もう吹いちゃった。はい、早いな。はい。これですね、セービアンの HHX。主に19インチでございます。あー、俺これ欲しいって思ってたやつ。これマジでいいんですよ。そう、これ音すごいいいよ、ね、やばいっす。ジョジョメイヤー様様です。あー、はい、ね、多分さ、ここのさ、はい、なんか真ん中ら辺までさ、ちょっと、ね、ライドっぽいというか、そうちょっとサビみたいなのをつけることで、はい、落ち着いた音になってんだよね。そうですね、わかる。みんなまあここまでで、なんか恐
ろしいと思ったんで普通のやつも持ってきました、うん、A カスタムのスプラッシュでございますここは王道な、うん、そうですね、ここ王道で言ってます、ね、王道で、はい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 、スプラッシュに関してはね、そいつが個人的に一番かな。ああそう、まあね、こうなんか外さないというかね、はいはい、どのジャンルになってるのね、一番オールマイティに使えるというか、なるほど、ね、スプラッシュといえばこの音みたいな、なるほど、ジルジャンのね、あのニュービートみたいな感じのイメージですよね、スプラッシュ、ね、はい、じゃあ次がハイハットなんですけど、ハイハットは持ってきたよ、当然ですよ、何を言ってるの持ってこないわけがないじゃないですか、はい、これが、イタリアのはい、ユーヒップっていうメーカーの前身になったアジャハっていうメーカーですね。ユーヒップに前身のメーカーがあってアジャハっていう、そうですね、前身、まあ、実質前身みたいなもんなんですけど、はいはいはい、アジャハっていうメーカーのものですね、大阪から譲っていただきました、大阪から。マジっすか、はい、なんか何もさ、今これ何もロゴとか入ってないもんね、はい、入ってないです。ああだから全然わかんないんだけど、やっぱもう見る人が見ればこういうもんだってわかるよ。いやでもドラムステーション行って全員に声かけたんですけど、うん、知ってる店員2人しかいませんでした。ああなるほどマニアック中のマニアック。そうですね。でこっちはまあ、はい、割かし普通というか、うん、セービアのロゴ消えかけてなんですけど、うん、エボリューションっていうシリーズの13インチのハイハットですね、うんうんうん、はあ、ははあ、それボトム？ボトムです。ああなるほどなるほど、はい、えそれハイハットは13インチなんだ。13インチです。ああなるほどね。ハイハットこうやって2つ並べる人もなかなかいないでしょ。うん確かに全部持ってきてるんだっていうね。今日はとりあえずシンバルはその辺にして、いやいやいや、もうフルセットじゃんほぼ。あそういえばこれ1個聞いて、チャイナはないんだね。チャイナは、うん、最近ディフコン入ってからは、うん、チャイナシンバルを使わなくなりましたね。あそう、はい、へえ。チャイナはなんかやっぱり使うと気持ちいいんですけど、うんうんうん、なんか流れを止めちゃう感じがあって、今まで僕はメタルの方にいたので、なるほどなるほど、そっちだと刻みとかで使うんですけど、はい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 、なるほどです。じゃあなんかもうすでに見えてますけど、ちょっと俺の大好きなブラックビューティーのはずなのに、よだれ出てるんですけど俺の中で、はい、うわ、はい、ラディックブラックビューティー LM、はい、あ LB408 の、そうですね、8インチですね。8インチのブラックビューティー、はい、裏が、おお出た、本革ですね。本革だ、はい、そんでタマの42本のスナッピーですね。はい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 、いやまあこんな使い方をしてるやつは誰もいないヘッドもなんか珍しいやつ、はい、ブラジルのメーカーの RMV っていうパーカッションとかが強いメーカーのサターンっていうシリーズのものを使ってます。すごい柔らかいのが特徴。柔らかい音なんだ。触ってみたら分かると思うんですけど、ヘッド自体もすごい柔らかいんですよね。ああ確かに確かに、言われればそう、硬いやつじゃなくて、あんまパンパンに張ってる感じですね、はい、っていうのを使わせていただいてます。おお素晴らしい、はい、これがメインのスネア。メインのスネアですね。素晴らしいですね。で、はい、ペダルが、はい、今日受付で話したそうですね、あの前9000だったけど9000じゃないんだって。そう今日9000じゃないですね。なんだなんだ、最近使ってるの。何何、はい、ジブラルタルというメーカーの。ジブラルタルだ、マジっすか。多分そんなに使ってる方はないんじゃないかなっていう。そこ行った、はい、ここに行き着きましたね。そこ行ったか。なるほどね。本当の値段的には劣化のはずなんですけど、うんうんうん、僕はすごい踏みやすくて、メンバーからも音圧上がったよって。へー、ジブラルタルのこれは何だったかのシリーズが、メモったんだよな。あ、そのなんか一番上位機種じゃないんだ。あ、全然上位じゃないはずですよ。あ、そうなんだ。ね、そうですね、値段で言えば、5711DB ってやつですね。あーはーはーはー、はい、そうだね、一番上のやつなんかもうちょっともっとそう、色もちゃんとついてるよ、ね、そう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 、キラキラしてる感じのイメージだった。それはちょっと単純に入手ができなかったという。ああなるほど、はい、なんかジブラルタルっていうと重いイメージなんだよね。まあそう、レビューを見るかっていう、はいはい、俺実際踏んだことないからあれなんだけど、どう？いや、わかんないです。僕も踏んだことのある、うん、自分の持ってたペダルの中で、うん、メインで使ってたのが5000から9000だったんですね。あー、なるほどなるほど。両方とももともと軽いペダルではないんで、はい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 、はい、そこからさらに何だろう、まあ、9000よりは軽いかなっていうイメージは正直ちょっとありました。ああそうなんだ、はい、まあね、で、なんかいい意味で足についついてこないというか、はい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 、ちゃんと踏んでる感じがあるっていう。ああそれはわかる、それはわかるわかる、はい、9000はちょっと張り付きすぎなんですよ。ああわかるわかるね。帰りが苦手っていう人もいるぐらい、ね、確かに確かに確かに、なるほど、はい、ああありがとうございます。でもビーターは DW と、あこの真ん中にコアが入ってるやつですね。はいはいはい、はい、これね一時期すごい流行ったよね、ドラマの中でね、みんな使ってた気がする。実際本当に音圧もいいもの出るし、うんうんうん、アタックも当然中のものが出るんで、これは結構個人的にある種の
終着点というか完成されたビーターなのかなっていうイメージを。ビーターとしてのもう完成品っていうのも、はい、そうですね、ビーター自体も結構思うわけだ、持ってるんですけど。へぇ、えぐいな。これスティックは、はいはいはい、ね、あ、スティック、プロマークの、あ、プロマーク、はいはい、これあの熱で、あ、知ってる知ってる知ってる、吸着するってやつ、最近試しに使ってみたんですけど、はいはい、思ったより良くて。俺もね、持ってる、電子ドラム用にね、はい、持ってるんだけど、ね、これ結構いいんですよね。これ分かる分かる、吸い付くよね。はい、うん、あのポロッと落とすことがなさそうな、そうですね、感じが。こんなになんか滑らなすぎて逆にびっくりするみたいな。うん、確かに。なんか、なんだろうね、ある意味グローブしてるような、はいはい、そうです、そうです、グローブしないけど、グローブしてるぐらいのこう吸い付きがあるから、確かに好きな人はこれ、うん、うん、いいんだろうなって思う。最近グリップの練習からまたちゃんとやり直しているところなので、うん、なるほど、こういうのは逆にありがたいかなっていうふうに思いますね、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、スティックもこだわってるものがあって。そうですね。あとは何があるの？あ、まだまだ。あ、それ気になってたの。なんかもう一個太鼓持ってきてるから。おいおい、マジっすか。タマのおミニスチ、あのスチールティンパレスですね。あ、ティンパレス、はい、へえ。待って、それ貼ってんの、もしかして。本革です。本革出ました。大好きです。本革のちょっといい、ちょっといい。だからチューニングがそんなに合わせてない。あ、でもなんか全然ちょっと違うね。そうですね、うんうんうん、倍音がすごい豊かというか、はい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 、はい、やっぱりプラスチックヘッドが全然音が違う。うんうんうん、そうね、あんま硬すぎないというか、はい、柔らかい感じが、はい、で、まあアダプターじゃないですか。あ、アダプターのね。これで終わりですね。ヘッドだけでいくらだよ、ちょっと。ヘッドだけで、そうですね、1万ちょいは。やばいね。もうちょいってるのかなって言ってるんじゃない。やばいね。値段考えたら終わりなのに考えないようにしてるんですよ。確かに。確かに。そうですね。これが今日持ち寄った、うん、私の自慢の機材たちでございます。はい、ありがとうございます。のワンパターンですね。いやいやいや。じゃあ、その、どうしてこの機材にしたかっていうのを聞かせてもらいたくて。なるほど。そうそうそう、あの、まあ、解説できるものがあれば一個ずつしていってほしいなと思うんだけど、はい、逆に一番気になるのどれですか。ああ、でもちょっとタムとティンパレスは、はい、なんで使うようになったのかなって。ティンパレスは、うん、僕があのずっと昔から見てる、うん、まあ、動画の方がいて、はいはい、なんか変な音がするタムを使ってると、はいはい、それは何なんだろうってなって、そこで初めてミニティンパレスを知ったんですね。はい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 、はい、で、まあ、なんかその前にも例えば、メロタムだとか、うんうん、ロートタムだとか、うん、結構買ってて、うん、いろいろ試してはいたんですけど、確かにね、革なりだけであれだけ鳴るんだったら、これにちょっと金属の銅が鳴ったらどうなるんだろうなっていう勝手な想像があって、うんうん、まあ。そしたら10インチのタムも持ってて、今持ってきてないですけど10インチのスネアも持ってたりするんで、うんうんうん、そしたら試してみたらいいかなと思ったら、うんうん、まあ、おそらくこれがあのドラムセットの中に組み込んで多分唯一違和感がなかったメロタムじゃないかな、うん、なんだっけ、ティンパです、うんうんうん、6インチと8インチのものも持ってるんですけど、はい、シリーズは違うんですけどね、はいはいはい、それはなんかやっぱ使ってみるとやっぱり浮いちゃうというか、うん、ちょっと、あ、なんかティンパレスは今のバンドだとどういうところに使い道があるの。ティンパレス、どういうところで使い道がある。なんかタム的な使い方、結構タム的な使い方もしますし、ああ、じゃあこうなんかあのタタトトトトトトみたいな、こう回す時とかにその音がアクセント、ね、使いますし、うん、あの、まあ、これは僕がメタル上がりだからかもしれないですけど、ダトトダトトダトトみたいな時にフロアと叩いてちょっと面白いかなみたいな、うん、ああ、なるほど、はい、へっていうのがイメージ。単純にこれはなんで みんな使ってないんだろうなっていう感じのもの。あ、むしろ、むしろ、はい、むしろなんか全然そのセッティングが面倒なわけでもなく、感覚としてだってこのアダプターつけるだけなんでスプラッシュとそんなに変わんないんですよ。なるほどなるほどなるほど。だからなんでこれをみんなつけないんだろうなみたいな。ああ、まあね、それで太鼓1個増えてね、そうそうそう、面白い音色を出せるんだからみんな使えばいいじゃんくらいのノリなんだ、はい、最近セッティングで1個タムを取っちゃう。ああ、え、どこを取るの。12を取って、13を取って、13だから、はい、ここの方を取って、はい、ロータムを取ってます、ね、あ、じゃあ10、12っていう感じに、はい、そうです。あー、なるほどなるほど、そうなんだ。じゃあもうそのタムを置き換えるイメージなんだね。で、次ブラックビューティーの方聞きたいんですけど、これですね。はい、いや、もう僕の愛機というか嫁というか、こいつはあの僕もまず、はい、
最初ドラムを始めた時から思ってたのが、うん、深度が好きだったんですね。ああ、それはわかる。それはそう、初めて叩いたスネアが 6.5 インチだったんですよ。うん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 、その後、まあ、リハーサルスタジオとかに入るようになって、はいはい、5インチが置いてあったんですね。うんうんうん、初めて叩いてなんか好きじゃないと。あ、それ最初まあその何も足りない知識の中で調べていって、うん、まあ、出てきたのが最初まず銅の深さの音が全然違うってことを初めて気づいて、うん、確かに、まあ、それでそのバカな衝動のまま買ったのが8インチ、深けりゃいいだろうと。なるほど。でも8いっちゃった。いやでも正直後悔は全くしないですし、なんだか正解だと思ってます。ああ、6班の方がちょっと良かったかなとかそういうのもない？ないです、全くないです。へー、なるほどね。どんだけキンキンに締めたりしても、うん、まああの絶対に6班だとこんだけ締めたらあのカンカン言うだけでしょみたいな、要はピッコロ寄りになっちゃうような音みたいになってても、うん、8あれば、うん、絶対にどっかで深い音が鳴ってる。余韻の部分ね。そうですね、はい、その分ただやっぱないものを増やすよりもあるものを削る方が簡単といえば簡単。なるほどなるほど。ミュートの置き方とか、うんうん、ジェルミュートの種類とか、うん、そういうものを試す上でもすごい勉強に使わせてもらってるって言っちゃうんです。へえ、すごいね。なんつったらいいんだろうな。相棒さん。相棒、はい、素晴らしいっすね。オッケーオッケー。じゃあジブラルタル。ジブラルタルはそう、そうっすね、さっきさ、ね、もともと9000使ってるっつって、はい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 、で、なんか置き換えるタイミングというかきっかけみたいなのあったの？やっぱりなんか9000踏んでて、うん、なんつうんですかね、あの吸い付きすぎるというか、うんうんうん、あのやっぱり一定数こういう風に言ってらっしゃるドラマさんもいるみたいで、うん、そんなことはないだろうと最初は思ってたんですけど、うんうん、まあ9000がちょっと踏みにくいなっていうのはちょっと前から感じてたことでもあって、はい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 、でも めでたくちょっと前に社会人になりまして僕が、うんうんうん、お給料が入ったのでペダルを買い漁ろうと。お4種類ペダルを買ったんですね。マジで、はい、何買ったのちなみに？スピードコブラと、おアイアンコブラと、おこれと、5000円を買い戻したんですよ。おアイアンコブラはローリンググライド。そうです。なるほど。深淵の、はい、こうシンプルなやつをちょっとがっつり試したんです。そうです。で家にあるあの自分のデーモンドライブとかも踏んでみて、うん、まあなんか一番しっくりきたというか、うん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 、あのちょっとボードが細身なので、はいはいはい、ここが最初この辺で踏むと踏みにくくはあったんですけど、おうおうおう、まあ慣れちゃえばそんなことはなくみたいな。なるほど。他のペダルとかみたいにあのザラザラがあるわけでもなくて、うんうんうん、あのヤマハのやつと同じですごい滑りやすい素材なんで、うんうん、僕はあの裸足とか靴下で踏む派のドラマーなんで。ああ、そうなんだ。そうです。だからそういう風になると結構ありがたいと。あとはその前回僕ライブでちょっとトラブルがあって、実はおここがはあのバスドラから外れちゃったんですよね、フープから。あー、なるほどなるほど。で、こいつジブラルタルチューニングキーで締められるんですよ。おー、なるほどね。で、これがちょっと個人的には安心できるなと。はい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 、はい、ここをなんかこうやって回してやるよりも、はあはあ、チューニングキーを刺して回す方が、うん、まあ締まってる感じというか、うんうんうん、締まってるのが分かりやすいじゃないですか、うんうんうん、で安心できるなってので、僕はちょっとこのペダルを個人的に押してるというか、そのフープから外れる心配もなくというか、そうですね、少ないし、なるほどっていう意味で、あとはセッティングのしやすさですね。ああ、そう。9000はすごいいじる部分が多くて、うん、うん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 、なんですかね、いじれすぎるというか、一回変なセッティングにしちゃうとデフォルトに戻しにくかったりとか、っていうデメリットがあったんですけど、こいつの場合は結構この角度変えたりとか、うん、チェーンの長さ変えたりとかっていうのは、まあ本当にシンプルで、うん、ここの、なんていうんですかね、スプリングか、の強さ変えるのも分かりやすいと、うん、なるほど、はい、と、じゃあ、シンバル行きましょうか。そうですね、うん、ハイハットがさ、その13インチじゃん。はい、13インチね、まあ、13インチなんか悪いことはないんだろうなと思うんだけど、はい、まあなんか、あえてその13をチョイスした理由みたいなのが、13をチョイスした理由なんですけど、うん、ちょっと前に大口径の、うん、奇数インチっていうのが流行ってた時期があって。なるほど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 。15インチとか、まあ、飛んじゃうと16とか17のハイハット、うん、あみたいなのが、まあ、主にジャズとかの界隈なのかな、あれはとかを含めて、まあ、今も残ってたりするみたいなんですけど、うん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 、流行ってたんですよ、はいはい、でそれで僕もそっちに一回手を出してみて、うん、なんか
やっぱ流行ってた裏打ち使ったりするようなミュージックの、うん、キレがないと、単純にジュワーって広がる、うん、その気持ちよさはあるんですけど、うん、まあ、キレがないなっていうのがすごい多くて、でなんか大事にしたいのってどちらかと言ったら、僕はそれこそさっきも言ったようにメタルとかだったりとかの出身だったんで、キレのが欲しいじゃんみたいな、うん、そういうなんか余韻とかよりもハイハットに関してはキレがあった方がいいのかなっていうイメージがあって、でそれで14か13かなと。なるほど。でこいつは、まあ、本当にごめんなさい、会社時代が多分ないところで、うん、ネットオークションで知り合発見したんですけど、はい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 、まあ、そのネットオークションで発見して落とした後に、うん、これもっともオーナーさんから直接電話が来て、うん、なんでお前はこれを買ったんだみたいな。おそんなことある。いや、そう、なんかそんなことある。僕はすごい嬉しかったんですよ、うんうんうん、そんな強い口調じゃなかったんですよ。ああ、なるほどなるほど。なんでこれにしたのみたいな。あ、まあ普通選ばんよねみたいな。そう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 、普通のドラマは。なるほどなるほど。でなんか、まあ、そこでこいつがなんかどういうものなのかとか、その人がどういう音楽をやってるのかとか、うん、それをお聞きして、うん、でさ、だからその13になったとは、これに合うシンバルを探すっていう方にシフトしてったんですよ。はい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 、はい、でそれでいろいろ試した中で僕が持ってたもので良かったなっていうのがこのセービアンさんのエボリューションの、うんうん、エボリューション、はい、結構定番というか、うんうん、確かに、もう13インチのハイハットのボトムの部分だけ使ってる、うん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 、これが結構まあこいつの本来のトップを使うとなりすぎるなっていうか、ハイが強すぎるというか、なるほど、俗に言うキンキンするみたいな印象があったんで、うんうん、まあなんかちょっと使うの避けてたものだったんですけど、うん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 、どうやって使えばいいかなってなってたものだったんですけど、こいつと合わせたらまあ結構その上自体がヴィンテージのものなんで、うん、なんていうんですかね、伸びないというか、あ、それとすごい合ってるいい音になったなっていうイメージがあります。なるほどね。じゃあまあなんだろう、その13を使う理由っていうのはそのさっき言ったこう、そうですね、キレがいい、キレがいい、単純に。なるほどね。で、はい、じゃあジルジャンですかね。ジルジャンのこうスプラッシュ、これは。ね、こういろいろちょっとマニアックなね、ハイハットとかクラッシュとかを買っていく中でのあえての王道チョイスなんですけど、いやこれ実はなんですけど、それ何、うん、一番最初に、うん、2番目に買ったシンバルがこれなんですよ。あ、最初の頃に買ったやつと。あ、結構だ、自分の価値観が決まる感じだよね。そうですね、その時買った機材で。そう、なんか最初にただこれ買って、うん、すごい、まあ自分の中のスプラッシュとかこれになっちゃったんですよ、完全に。なるほどなるほどなるほど。でその後いっぱいスプラッシュ試して、なんていうんですか、チャイナスプラッシュみたいなのも試したりとかしたんですけど、うん、まあ、結局スプラッシュの音で欲しいのってこいつだよねみたいな、あ、なったんですよね、僕は。もう、はい、もうスプラッシュそれを買った時に自分の中の正解の音が決まっちゃったわけだ。そうです、だから、うん、シュールさんのボードが変わらないのと一緒で。あ、なるほど。シュールがずっと MXR をプリアンプを使い続けるようにもうこれはもう絶対外せない、自分の最大の正解っていうのを見つけちゃったわけだ、はい、もうスプラッシュの界隈では。なるほどね。あ、それはもうなんかあえてそこ行くのも分かりますわ、うん、その自分の思い出だもんね、うん、あ、で俺も大好きな HHX のオムニ、はい、これはセビアン、うん、最近入手したんですけど。あ、そうそう、ちょっとこれはセッティングの方で、うん、お話ししようかと思った話ではあったんですけど、うん、まあ、今のドラム、僕は昔のドラムが結構好きで。昔のドラム、本当に古いやつですね。ドラムセットがドラムセットって名前じゃなかったぐらいの。あ、とかから のどういう風な移り変わりしてきたのかなっていうのを見ていく中で、なるほど、クラッシュとライドに分かれるのがもったいないんじゃないかと。はあ、はい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 。だって別に要塞を組みたかったんですけど、最初は僕は、うん、結局、うん、まあメタラだし、ね、そう、要塞って組んでみたら組んでみたね、いろいろ面倒なんですよ。よく動画のやつとかで叩いてないシンバルあるじゃんとか、うん、あ、確かにと思っちゃった。で、でもなんかそう考えると要塞ってなんでそれそうなっちゃうのかなと思った時に、一つのシンバルに一つの役割しかないからだよなっていうふうに思って、その時最初に持ってたシンバルがこいつじゃなくて、うん、こっちのエイジンってやつだったんですけど、はい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 、この子がなんだろう、クラッシュしてもいい音が鳴るライトだったんですよ。あー、なるほど。
僕に言う、まあ、クラッシュライドみたいな使い方ができるシンバルで、こういうのが2枚あれば、そしたらどっちのクラッシュシンバルでもクラッシュもライドもできるじゃん。はい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 、はい、考えに至ったんですね。なるほど、はい、でそこで目をつけたのが、まあ、いろんなシンバルがある中でオムニと、まあそうですね、僕の中でこの子はどうしても外したくない子だったんで。なるほど、じゃあちょっとそのままエイジャーの方に、はい、話を移していいですかね。こっちですかね、エイジャーの方では初めてあのスプラッシュ以外で、うん、要はあのオタクの道を行き始めたきっかけはこいつです。ああそうなんだ、はい、じゃあ割と早い時期に入手した。そうですね、高1でドラムが始めて、ね、なんか周りが才能マンばっかだったので違うところにこだわりたいなと思って、はいはいはい、まだその本当に入りたてぐらいの時に買ったのがこいつですね。へ、今はもうロゴも違うロゴになっちゃってて、エイジンはっていう思い入れのあるあ、シリーズなんですけど。それはごめん、クラッシュ？ライドなんですね。あ、これはライドなんだ、はい、ライドだけをそのさっき言ったクラッシュ的にも使えるライド。めちゃくちゃいい音が鳴るんですよ。あ、なるほどなるほど。あ、そういうちょっと万能なやつを早い時期に手に入れちゃったもんで、はい、そうですね。あ、まあなんか最初のうちはこいつも結構なんですかね、生意気というか生意気だった。生意気でしたね、本当に。あのでも音変わりました、やっぱり。あ、そう。ターキッシュとかヴィンテージとかを叩いてる特に思うんですけど、うん、あの音が変わります、間違いなく。マジで、はい、シンバル音変わるってもう信じらんねえってか言っちゃわれる。そうか、いやなんかさ、そのさ、こうずっとさ、こう触ったり持ち運んだりさ、はいはいはい、こうシンバル止めたりさ、そういうので、まあ、なんつうの、指紋がついて、まあ、だんだんこう空気にも触れて錆びていって、そのね、こう弦がさ、ギターの弦とかがさ、こうだんだん酸化してさ、こうきらびやかな音がなくなっていくように、はい、まあ、シンバルも金属だから、こうだんだんこうきらびやかなじゃなくて落ち着いた音になっていくみたいな、そういうのはなんとなくわかるんだけど、はいはい、でもなんか体感できるほどじゃないんじゃないかなみたいな。で、なんかあの下手したらなんならちょっと磨いた方が音が戻るからいいんじゃないのみたいなイメージがあったわけ。はいはい、うん、でもやっぱその時間が経ってちょっと音が変わったっていい風になってったからそれでいいみたいな感じになるの。そうですね、最初はなんかやっぱあのここって出なくていいよねみたいな音とかが出てたんですけど。あー、逆にね。そう、もともとターキッシュってその倍音が豊かな性質があるようなシンバルだったりするので、はいはいはい、ただなんかまあシンバルも当然変わったんですけど、やっぱり叩いていくうちに自分も変わっていくじゃないですか。うん、まあなんか鳴らし方が変わったりとかって部分でも、まあその要は一緒に育ってきたというか、幼馴染みたいな感じですそんな感じのシンバルがこいつですねなんかすごい、なんかね、嫁がいて、嫁がいて、そう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 、俺が言いたいこと伝わったオタクだな、そういう感じのね、オタクだなってやっぱりオタクだなってなりましたはい、オッケー、ありがとう。はい、続いてなんですけど、じゃあこっちのアメディアですかね。アメディアだね、これ。ごめん、はい、さっきの HHX オムニが19インチ。そうですね、これが18ですね。アメディア18で、ごめん、エイジアはこれは20です。20、あー、はい、18、19、20っていう結構、なんだろうね、口径が大きめ、口径大きめのやつで。16は使わないんですよ。16使わないんだ、なるほど、はい、じゃあアメディアの、ロー6ですね。ロー6、ロー6、名前がね、そう、めちゃくちゃいいっすよね。生のロックっていう言い方すげえロックしそうな。いや、なんですけどこれロックっぽくないんですよ。あ、そうなの。あ、響きがだいぶ重いという。確かに確かに、なんかライドっぽい響きも。そうなんですよ、感じるね。だからなんかターキッシュの人たちがロックを作るとこうなるのかなみたいな、あって感じの、本当にそういうシンバルで。あ、へー。なんかどうメーカーからはもっとちゃんと普通にロックで使えるようなものとかも出てるんですけど、うん、僕は最初これメタル用に買ったんですよね、うん、だったんで、なんか、なんて言ったらいいんだろう、今の正直用途と 100% 噛み合ってないっていう。ただまあ前に1回やった小口径のセットでやった時の、うん、こいつはライドとして使ったんですよね。その時が結構面白い音してて、はい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 、だからなんかそういう使い道ならこの子はありなのかなと。あ、まあ、ただ最近はなんか枚数とかも兼ね合いとか箱の大きさとかも考えるようになって、やっと、うん、おー、それでそこに繋がるんだ。こっちと使い分けてる感じですね、うん、あ、じゃあそのオゾンと、はい、アメディアはなんか毎回交代する。そうですね、同居は基本しないから。あー、なるほどね。
でも使い道としては、だ使い道としてはその SIM2 つは同じなわけだよね。同じような使い方をしたい。あ、そうですね、こいつは、そうですね、あ、でもこいつは、いや、ライド増やしたいとき、要するに。ああ、なるほど、だからライドが3枚になるんですよ。ああ要するに変なの変なの変なの。へえ、そういうこと、ライドを3枚クラッシュライドが3枚ですかね、要するに。ああ、わかるわかるわかる。ライドとしても使える重ためで、そう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 、ローピッチなシンバルを3枚っていう。だからどこ叩いてもこう刻みができるし、ね、全部カップ鳴らせるしみたいな。はい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 、っていうのが。なるほどなるほど。一時期のというか、まあ、ちょっと前までのコンセプトなんですけどね。 でも大ゾーンが入ってきて、はい、ちょっと変わってくるわけだ。いや、大ゾーン自体はめちゃくちゃ前から持ってはいたんですけど、はいはいはい、それすごいよね、なんかサビサビじゃん。でもこれはこのままの方がいいなと思って、絶対、まあ、これ あえてなのかな。あ、サビが放置してあるの。そう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 、サビが放置してあるのは、そうですね、僕のこのあえてというか、本当は磨いてもいいんですけど。ああ、そうかそうか。もともとがなんかこのレイジングというか、磨きがしてないシンバルで。ああ、じゃあまあその方がその本来の音っていうか、はい、すごいね、こう上の方にプロトタイプって書いてあるの。そう、これ惹かれますよね。惹かれる、やばいね。男の子全員大好き。大好き大好き、プロトタイプ大好き。試作品、もう見た瞬間ですね、これは。わかるわかる、超わかる。で、買っちゃったんですけど、うん、最初、てかこいつも例に漏れずひどい音してて。ああそう、安物なんですよ、言っちゃ悪いですけど。あ、まあそうだよね、あのなんだっけ B08 だっけ。そうですね、それのあのオーゾーンなんで、うん、まあ、結構安いやつよね。確かに、ね、確か新品で買っても2万いくかいかないかぐらい。そうだ、シンバル業界では結構安い方、安値のものなんですけど、まあプロトタイプ特有のというか、このレイジングがしてないのとかで、うんうんうん、本物より、あの商品化してるものよりなぜかいい音がするんですよ。あ、てか好みの音がするんですよ。なるほどなるほどなるほど。もうちょっとトラッシーというか。ああ、いいっすね。そう、いい意味でゴミ、なんていうんですかね、いい意味でゴミみたいな音というか、うん、すごいこいつはなんかそう癖の強い音ですね。うん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 。で、ただこの子もともと単体で聞くとすごい耳にうるさくて嫌な音なんですけど、うん、全体の中にぶち込むと意外とセットの中で叩いてやっと輝くかなみたいなタイプの、なるほどね、シンバルですね。結構それで刻みとかやったりするね。刻みとかは、いや刻みはこれではやらないです。だからどちらかといえば普通にクラッシュで使う。普通にクラッシュとして、ああ、はい、なるほどなるほど。クラッシュで使うか、それこそちっちゃいキメ、うーん、だからその本来チャイナがやりたいよねみたいなところとかを、まあ、音量のバランスも兼ねてこいつでやったりとか。なるほどなるほどなるほど。とかはしますね。買いました、ありがとうございます、はい、ね、そんな感じでトシ君の機材がこんだけだ、これを普段から持ってきてるっていうのがすごいよね。普段から使うんでしょこれを。これが幸せなんですよ、持ってくるのがマジか、変態だな。さっきなんかあの、うん、持ち運ぶのが辛いみたいなことおっしゃってたんですよ、うん、僕も一時そうだったんですけど。あ、超えた。超えました、あの違う方向で超えました。それを超えるんだ人って。いや、これを運ぶのが幸せと。あー、なるほどね。そう、なんかほら、嫁とかね、うん、幼馴染とか言ってるじゃないですかそんな奴ら連れ歩くのが幸せと。あー、そうだね、嫁と幼馴染だからね。一緒にいてくれればこれ以上に幸せなものはないと大変だから頭の中が大変だよ。そうか、まあ、そうっすね毎回三角関係ってことでしょ。そうっすね、うん、でもどうなんですかね、あの 最終的には、ね、ハーレムにしたいなと公認の全員公認。あ、なるほど、あのまだ 嫁と幼馴染以外にいる候補がいるわけだもんね。そうだって、これからまたね、あの、うん、第3、第4のヒロインが入ってくるかもしれない。あ、確かに確かにね。今最近はこの子がね、やっと、うん、オムニちゃんがねオムニちゃんが出てきたところなんでちょっとヒロインレースに入ってくるかわからないところですけどオタクやなそういう感じですね、はい、ありがとうございます。はい、OK です。